おはようございます、いちきです。さあ今回はですね、またまた関西に来ております。で今回は早春3月下旬ということで、今日はちょっと暖かい雨が降ってるんですけど、まあ大潮のタイミングということで、産卵に向けたね、メスのバスが、大きいバスが動くタイミングかなということで、今回は室尾ダムに来てます。はい、ちゃんと釣り券買ってね。まあ、夜中走ってきて、もう今朝方やっと着いたところなんですけど、まあ、早速、まあ、ちょっとねワンドの方から行こうやっていこうかなと思うんですが、まあ、今回はねちょっと60狙いっていうよりかは、メスが、大きいメスが動くタイミングっていうことなので、メスのバスをに焦点を当ててちょっと今日は釣りを頑張っていこうかなと思います。やっていきましょう。さっきね、あの船屋さんの方とちょうどお会いしてちょっと話したんですけど、あんま釣れてないみたい。6本って言ってた。船屋さんがあの報告受けてるだけで6本、今年結構厳しいんじゃないかなって。まあその情報を聞くだけだと思うんですが、まあ今日はねやっぱタイミング的にすごいあったかいし、思ったよりで、ここから雨どんどん降り続けて、まあ、水位もどんどん上がってくるタイミングなので、まあ、バスも動くタイミングなんじゃないかなと私は踏んでおります。まあちょっと今日は強め、まずはちょっとこのカエルと、まあ、一応スピナベ持ってきてるんですけど、まあ今まだ風とか吹いてないし、流れもそんなにないところで今からやるんで、まあ最初はこっちからっていう、これでちょっと様子見てみます。ウッドチップとかも浮いてるんで、まあ、頑張ります。おお、なんかいいね、いそうだけどね。チップ、水がどれぐらいあるんだろう、これちょっと一回やってみるか。だいぶ浅いと思うけど、おそらくまずはこのカエルちゃんから。カエルちゃんダディ、サイズはダディにフレックスジグのフットボール型、10g。ああ、浅いわ。めっちゃ浅い。ちょっと浅すぎるか？どうだ、もうちょい奥行くか。ワンドの入り口の方までちょっと歩きたいけど、あ、この辺とかなんか良さそうだ。こんなん出てきたらめちゃくちゃびっくりするな。びっくり合わせせんようにせんと。
うん、うわ、マジついてきたよ。マジか、でっか、でかかったって今ついてきたわ。あの木の下から出てきた。勝機あるぞこれ。今このレイダウンに沿って投げてたら出てきた。いた。すげえ。なんだレンジが、いや今のは食わせの間が足りなかったと思うんだな。もうちょっと長く見せれてたら。いやー、そういますか。いいね。わあやば、朝からいいもん見れたわ。頑張って夜中走ってきてよかった。まあ、釣れりゃ持っていいんだけどさ。やっぱゆっくり強くがキーワードなのか。春だから。意外とこのインサイドに下からポン、ブレークからドーン。いやこれ、あ、意外としつこく通してたら食ったりするんじゃない。もしかしてそんなことないか。いや、でかかったよ。50ありそうだったよ。マジで。決まった。
ポーンって入らんかね。もう何でもいいから連れてくれ。よっしゃ、食った。待って待って待って。オッケー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 。うよっしゃ、ちょっと危ねえ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 、怖怖怖、やった。あ、気についてた。やった。
うわいいサイズ。うわ最後の最後にもう結構諦めモードだったんだけど、よかった。あ嬉しい、普通にめちゃくちゃ嬉しい。やった。長さわかります。あーごめん。霞ヶ浦でお待ちしております。